長崎電気軌道150系電車。長崎電気軌道150系電車。長崎電気軌道150型電車は、長崎電気軌道が1956年に、箱根登山鉄道から譲り受けた、路面電車車両である。箱根登山鉄道を田原らし内線の廃止に伴い、余剰となった、モハ20型を譲り受けた。本校では、箱根登山鉄道も、 は20系電車についても記述する。1952年、木造単車の代替として、東京都交通局、東京都電から100系2両を譲り受け、すでに保有していた元東急玉川線の25の27号と、合わせて、ボギー車への統一を完了したのを機に形式と番号、を、改め、もハ20系201から205とした。 東京都電からの譲り受け車は201.202となり、25から27は203から205に改版された。1952年1月に東京都電の木造ボギー車100系101.102を譲り受けたもので、元は1925年に製造された王子電機軌道の400系である。400型は401から410の重量が、 服部製作所と東京ガス電機で製造され、1942年に当時の東京市に買収された際に、形式、番号が100系101から110と改められたが、このうち繊細に合わずに残った102.109110 10 10は、戦後に101から103に改版された。101が、はっ製作所、102、909が、東京ガス電機の製造であり、この2両が、 箱根登山鉄道に移籍した。車体は前面5枚窓、両端に扉を廃し、扉間に戸袋を挟んで10枚の小さな窓が並ぶ11.8メートルの車体であった。後に戸袋部にも窓を新設している。終電装置はトロリーポールであった。台車は当初国産のボールドウィンタイプで車輪計762ミ、mm、リメートルの高床式を装備。 東京市電に買収5車輪計 660mm の DE-10 に交換して低唱化した。箱根登山鉄道入線時に東京都電芝浦工場で DE-11 に交換の上で改め機1 3 7 2 m m 1 4 3 5 m m し、塗装は在来の25から27と同様ライトブルーチに窓周りが 山吹色のツートンカラーとした、小田原市内線の廃線まで使用された後、長崎電気軌道に譲渡された。戦後混乱期の1945年と1946年、運輸省の要請により東京急行電鉄、東急玉川線の出ハ20系25から27を供出したもの、東急出ハ20型については当該記事を参照。 車体長さ13.8メートル、側面3扉の大型ボギー車である。箱根登山鉄道では25-27の番号のまま使用し、車席上の形式は、機動線の電動客車を示す、機器を付して、機器20型とした。台車は国産のボールドウィンタイプで、車輪径を710ミ、mm、リメートルにして、従来より低消化している。車体をライトブルーチに、 窓周りが山吹色のツートンカラーに塗り替えた他はほぼ原型のまま使用開始してる。1952年、モハ201.202の使用開始と同時に記号を、機器から鉄道線と同じ、モハに改めモハ20型とし、番号は元と電の2両に続き203から205に改版した。3両とも、小田原市内線の廃線まで使用された後、 長崎電気軌道に譲渡された。小田原市内線の廃止に伴い余裕となったモハ20型は、1957年、昭和32年2月に五両前車が長崎電気軌道に譲渡され、同車の150型となった。譲渡前に小田原市内線の車庫内にて201.20に20は、車体前後を203から205は、車体中央部を切断。 に扉化の上で、規立に、車体長を11メートルに短縮すると同時に、後半張り車体とした。203から205は二段屋根から丸屋根が突き出たような形状であったが、改造に伴い丸屋根に改められている。終電装置はビューゲルに変更された。これらの改造により外観は五両ともほぼ同形状となり、小田原市内戦時代の面影は失われた。番号は、 小田原市内線の201の205からそのまま151から155と不満された。なお、台車は車種からそのまま流用されており、153から155は高床台車そのまま、151.15に15は低床台車であったものの高床であったことから、ドアのステップは両車ともバスと同様の三段式となった。現地での改造を終え、 1957年7月に長崎で延期に入選した。1966年昭和36年に登場した360系の入選後は主にラッシュ時に運用されるようになった。1969年昭和44年8月にはホイッスルだった系的をタイフォンに交換。1972年昭和47年には台車の交換や 上高口周辺の床面を下げて、ドアのステップを2段にするなどの低照化改造を実施された。その他、側窓のアルミサッシ化や151.152の終電装置を Z 型パンタグラフに取り替えるなどの改造が実施されている。前日の通り、運用は主にラッシュ時等の多客時に限定されていたことから、全車ワンマン化改造は実施されず、 あとに15 1 5 1 1号には事業用に回された。1980年代に入ると、1200.1300型といった冷房付きの新車の入線や老朽化により、151号、152を番号振替えを除く4両は順次廃車となった。唯一残った151号は、胴体保存車として残されることになり、1988年12月に、 箱根登山鉄道時代の図書に復元され、内装も更新されている。2018年、平成30年現在も151号が車席を有する。冷房がなく、ワンマン運転にも対応していないことから、通常の営業運転には使用されないが、毎年8月15日の精霊流し後の砂巻電車に使用されほか、イベント時に臨時運行される。 160型と同じ長崎スマートカードには対応しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。